ウソもおこりんです。本日もレジェンドロセルス続きやっていきましょう。さあ今回はね、まずこのウォーグルを使ってね、空を飛ぶというところからいきたいと思いますね。いやー、こっから飛んでいくんか、楽しみやねー、わさびちゃんねー。はい、飛ばして。ぐるぐるは、ウォーグル、あなた自身で強さを確かめたら。ちょっと待ってや、話しちゃいますやん。今までそんなんなかったですやん。ちょっとちょっと、うちもハリー戦しかいないんすけど。嘘だー、そんなアホな、ワンパンで仕留める、さすがに無理か。早技で、いや早技しても一緒よな、どうせ向こうのターンあるから。いやー、これ一発耐えるかな俺。一発耐えるの、いや力技や、ワンターンで決めろハリー戦。いけ、悪の波動、いやー残った、暴風。はい、押す、雑魚です。マジ腹立つ。いやもう鍛え直してたから、そういうレベルちゃうんですわ。よっしゃ、今度は親分ハガネールが行くぞ。うれー、わお、でかい。効くかそんなもん。うぃー、ナイス防御力。ほんならステルスロック抜群やけど40か。アイアンテール100って強いな。まだ10万馬力の方が命中率高いし、こっちにしよっか。いけ、10万馬力なんで、効果ないなんか出てたか、嘘つけ。あ、お前効果なしや。効果ありやと思ったわ。失敬失敬、あれー、どうよ、聞かぬわそんなもん。こっちたら親分ぞ、我親分ぞ。ステルスロック、よいしょー、ナイナイスー。どんなもんよ。さーて、鬼ごっこも楽しかったし帰ろっかな。おいおい、ほら待てや、俺にライド教えろや。冗談だよ、一緒に笛を吹いて。あ、今回一緒な、俺じゃないの。あ、こっち向いてくれた。よし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 、なんか大人しなったな、鳴き声も。セキセイインコみたいになってしもた。わさびよ、ありがとうな。お、お前も来たんか。オーグルもオカリンさんとならあちこち飛べて楽しいんじゃない。そうか、それならいいよな。人とポケモンが寄り添う世界か、我々の目指す世界ですかね、それが。なあ、どうして時空の裂け目からの雷でキングたちは荒ぶる。神王様はお怒りなのか、それとも試しておられるのか。何か試練なのであれば、最後のキングを沈めれば裂け目が開いている必要もねえよな。ほう、こいつ、あ、こいつが最後のキングなんや。何、知恵者の真似事してるの。関さんは考えるの苦手でしょ。プークスクス、うるせえな、時代の変化ってやつを感じてんだよ。そして変化を起こすのはあんた、俺はそう睨んでる。つまりあんたについていけばいつか神王様に会えるってな。え、神王様ってアルセウスじゃないの。違うんかな。ウォーグルと大空を舞いなよ。これだけの高さ、飛び降りたらウォーグルとどこまでも行けるよ。うわー楽しみ。永遠の氷を忘れるな。ニュースのためにウォーグルと行くんだよな。あ、そう、そんな話ありましたね、関さん。永遠の氷ね。あそこに見えるのが氷塊。あ、あれ？降りたいときは急降下すればいいよ。あそこにクレベースがいんの？さすがにちゃうか。普通に狭いもんな、あそこ。今までで一番でかい言うてたもんね。プラスボタンでどこでも呼び出せるほか、落下中に A を押すことでも呼び出すことができます。ほー。ほな、こっから、
こっから落下する？怖っ。めっちゃ怖いやん。ほな、行きます。やっ！うわあ、すげえ！ついに空を飛びました、オカリン。パラグライダーのような、そんな感じがしますね。これどうやって降りんの？ん？ B ボタン、B でダッシュして、あ、Y で降りて、A で、あれ？あ、これ上は行けへんの？あ、上は行けへんっぽいな。降りんのはいけるけど、みたいな。クレベース評価。え、これクレベース？え、これクレベース？ほんま？こんなでかいの？クレベースって。でもあれやね、高台から飛ばんと、上行けへんってことはちょっと不便かもね。なんかあんの？あ、手に入った。クレベースが転んでいる氷柱。クレベースの一部と言われる。ほうほうほう。わあはあはあはあ。おんのかい。どうやって来てんお前。ついに登り切りましたぞ。おお、お前さんもいらしたか。登れたんや。お前さんの努力には敬意を表しますぞ。いろいろ思うことはありますが、クレベースと戦えるよう準備します。お、え、もうなん？なんか、後半早くね、展開。鍛えた筋肉の持ち主だからこそ飛び降りることができるのです。ほんま？おお。え、なんかパート3ぐらいで終わっちゃうね、どれも。あ、ここなんや。へえ。あっちか。よっしゃ。ほんなら、こうです！ういー。これ最初の1回目がバサーって上に上がるのかな？これちょっとずつ押していってんのかな？だから普通に真横に飛べてる気すんね。ほんで、上に登るには。あ、でも上登れへんな、これ。X は違うし、A も違う。B はダッシュな。はいはいはい。あ、ウォロやん。懐かしい。浜レンゲさんに頼まれた、剣舞茸を届けに来たんですが、クレベースの話を聞くことができました。お聞きになりますか？え、結構です。いいです。殺生な、語る機会を与えてくれないとは、慈悲はないのですか？そんな語りたいんか、お前。おぉ、マジかよ。はい、知ってまーす。終わり？え？ああ。氷の塊を弾幕のように打つだけでなく、大きなつららを放ったり、地面から氷の結晶を突き出すそうです。かっこええ。強すぎませんか？古代のクレベースは高さが30メートルもあったらしいですよ。マジ？シロナガスクジラレベルやん。そんなでかかった？剣盾のクレベースやたらちっちゃかったけど。赤ちゃんあれ。あれだよ。剣舞茸を食べてからの筋肉特訓は効くんだよ。ああ、そうですか。30メートルか。危ないんや。へえ、俺も見たい、俺も見たい。30メートルやろ。しかも、キングとなれば、もう本当に30メートルぐらいあるんじゃない？よいしょ。地面からでもある程度飛ぶね。あ、怪力や。でも怪力がちょっときついかな。あ、ほんで、グライガーもね、なんかアイテムで進化するらしいわ。ちょっと何かわからんけど。コメントでね、アイテムで進化するっていうコメントあったんですよ。あ？何あれ？あ、あのピンクのやつ何？ベロリンガか。え、これ温泉じゃん。え、ちゃう？すいません、失礼します。温泉やん。ほら、湯気出てる、湯気出てる。ここや、ここだけ温泉。すいません。失礼します。え、ちゃう？え、なんか湯気出てるくね？出てへん？あ、わからへん。ほんなこうしてもう一回こうしてオーニュールより早いな。あかん、てか逆や。逆側から来てもうた。ええんか、完全に逆や。我クレベースなり、えい。
聞いたよ。後ろからごめんね。お前さんの気持ちの強さが上回ったか。いや、人の世界、ボケモンの世界に踏み込むことで得た力なんでしょうか。では永遠の氷を使い、沈め玉をご用意しましょう。なんか戦闘のとこ意外とちっちゃかったけどね。3メートル級ぐらいのやつかな、出てくんの。30メートル級のやつ出てきてほしいんやけどな。沈めるというのであれば無敵の回避を使うといいでしょう。いきます、頑張ります。うわ、背中が頼もしい。一段と成長したね。この大きさはでっけえ。何これ、クワガタみたいになってんねんけど。こんなでかいんすか、クレベース。これこそキングだね、まさしくキングの名にふさわしい。おお、降りた方がいいんかな。待って待って待って、何これ。いやピョイ、あーピョイ、降りられへん降りられへん、なんでこれ。こんだけしかないんやけど。おい、なんかヨッシーアイランドの最後の激デカクッパみたいな、そんな感じやね。あ、でも当たるわ、ほら。おりゃ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 、あ、いたそういうことね。うわー、かっこいい。なんかフェアリーテイルのグレイみたいな攻撃しよるやん。なんかロケットした、ロケー赤がなんかロケットくる、ロケットくる、ウィー、あ、フィー。ほんでこうやって隙を見て攻撃って感じかな。なんやこれ、冷凍ビームですか、そういうことですか。あ、ポケモン投げて戦え。ハガネール行ってこい、いけー、でっかいモノクラブや。あ、どこ、あ、後ろのか、危ない危ない危ない、巻き込まれるやんけ。バツ、あ、みんな抜群や全部抜群、いけ、親分の10万馬力ドーン。え、10万馬力した、ハガネールちゃん。あかかか、よーし、ナイス防御力。マジか、お前が2回かよ、せっかくの親分が。レベルは56か、まあまあまあそこまでって感じやね。で、ハリー、あー、どうしようかな、ハリー戦ガバイとレベル上げたいから、ちょっとハリー戦でいくわ。いや、マルマインよりはなんか簡単ってイメージするけどね。水の波動ドーン、ナイス、いくぞ、沈め玉当てます。はいはいはい、いけ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 。いやー、でもゲージ1本も削れへんのか、ゲージ1本ぐらいか。よしよし、威嚇してる威嚇してる、よしよしよし、これでまた耐えてって話かな。おい、赤早かった。でも俺は効率中なんで、ちょこちょこ投げますと。ほっ、いった、いった。あ、でも右体力なくなってきたな。あー、まずい、やっちゃったかもしらん。なんか足場が、いてててて、うえー。まあ、今回は引き継ぎなしで再挑戦するわ。普通に戦いましょう。いや、なんか2回目のあの柱さ、床にトゲみたいなの出たね。あれだけ避けんとあかんわ、避けられへんねんけど。なんか思ったよりこれ遅いねんな、思ったより来んの遅いから、ちょっと避けんのが難しいんよね。はいはい、もうちょ真剣にやりましょうか、真剣にやります。ほら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 、あかん、これや、ほら、1回目はね足場に氷のトゲが出ないんよ。でも2回目は出んのよ。よし、これ冷凍ビーム避けた後ポケモンの戦闘できるはずやから、
よし、ハカネイル行こう。行くぞ。もう一回10万馬力。はい、ドン、ナイス。さっきより削り甘いぞ。どうした？うわ、これ早技であれやな。2回行動してくる系やな。うん、これ確定やな。まあでも2回耐えたのはでかい。ナイス、ハカネイル。んで、ハリーセンの力技でこれ削れるかな。さっきもちょっとギリギリやったよな。よいしょ、行ってこい。いけ、削れ、ナイス。沈めたまじゃい。ほれほれほれ、さっきより早いぞ。もう半分いきました。あかん、届く、いけ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 、はいはい、あかん、ギリギリ届かへん。あっかん、ギリギリ届かへん。ちょっと一旦回避に専念しようか。あかん、なんやこれ、ダブルで来んのか。ちょっと携帯変わってんな。おいおい、よいしょ、オッケー。で、今ちょっと投げて、くるっ、これや、これがまずいね。どのタイミングで、いや、前だけか。オッケーオッケー。ほんで、これ、ミサイルが来る。はい。え、早い早い、なんか、感覚早いんですけど。か、いてててて、感覚早いんですけど。あかん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 、何。あかん、もう一回黒出してんの、これ。オッケー、レートビーム来た。これでレートビーム避けて、ポケモンバトル。はい。よし、これで決めるぞ、マジで。ちょっともう一周はきつい。まずは水の波動力技で、ハリーセンは半分ぐらい削るのが目標。あ、結構いくね。で、ここでハリーセンは退場で、でもう一匹ぐらいなんか抜群持ってたから、ぐらいがいこか。こいつレベル高いからね。で、泥爆弾も力技いけ。で、目の前にも待機しとく。オッケー、目の前待機で投げます。はい、決めるぞ。おらおらおら、もっと早く投げて、両手で投げてまずいって。削ってナイス。危ない。わあ、体と頭色ちゃうやん。経験値5000、うめえ。あ、進化できますやん、カッチンコッチン。つららのプレート。おお。どこ行ってんやろ、クレベース、あの巨体で。ですが、あのように大きく強いクレベースが人の手によって沈められてしまうとは。空から落ちてきたオカリになるものを化け物ですか。化け物じゃないよ。自分の危険を顧みずに荒ぶるキングを沈めてくれた人、通称化け物。浜先生は真珠団を心より大事に思ってくれてるし、神王様を心から信じているのだから、金剛団や銀河団と交わり、神王様は思う気持ちが薄れることを誰よりも恐れて懸念されていたの。でも、それも変わるね。カイ。オカリンが教えてくれたの。仲間のポケモンがいれば、共に困難を乗り越えられるって。私もグレーシアの強さ、もっと引き出せるようになりたい。もっと広い世界を見たいよ。なるほど。回も変わりましたな。いやー、さすがだよな。荒ぶるキングをすべて沈めた。時空の裂け目も何も変化しねえのかよ。何も変わらんのこれ。
それはわからないよ。裂け目が小さくなったようだけど。マジ？そう、離れてるからちゃう？カイちゃん。ん？遠近法ちゃうか？これで終わってほしいよな。時空の裂け目からまた雷が落ちたとしても、オカリンがいれば大丈夫とはいえ。そうだね、オカリンがいるもの。あの世を変え、お互い信じる神王様は異なるが、俺は真珠団も悪くないと思うぜ。適当なこと。わあ、ちょっとこれ仲良くなったんちゃう？二人。結婚とかせんとってな、俺の会やからな。ん？置いてけぼりせんとってな。すべてのキングを沈めたんだ。伝木の旦那のしかめっ面、どのように変化したか見に行こうぜ。いやー、これもラスボス戦なんのかな。てか、ラスボス誰なんやろうね。よいしょ。アルセウスで会ってんのかな。ほな、帰りますか、一回。全然更新してない。でも、ハガネール10なったね。うん、結構アイアンテールとか、力技も見た数。アイアンテールでだいぶ稼いでんな、これ。だが、あと1800もあんのか。まだこれ次さ、ラスボス行く前にまた星6せなあかんのじゃん。結構ね、図鑑上がらへんから、割ときついのよ。はい、原木の旦那、お待たせ。全部沈めたよ。すべてのキングが荒ぶり、すべてのキングを沈めたか。一連の事件の理由は不明のままだが、とにかく肩がついてよかった。時空の裂け目から落ちてきた得体の知れないお前が、翡翠に安寧をもたらしたな。クリアこれ。え、ちょっと待って。さすがにラスボスとかなんかおりますよね。こんなぬるって終わることある？さすがにないよね。そんなゲーム今まで見たことないっすよ。まあでもクレベースがちょっとラスボスかなって言われればちょっと大きかったし、ラスボス感あるかもしんないけど、ちょっと違うじゃないですか。ねえ。王道じゃないじゃないですか。すべてのキングが静まり、大きな脅威は去りましたね。野生のポケモンに気をつけつつ、調査を進めないと。ひょうちゃんはやる気いっぱいやね。何もしていないクレーベースまで沈めるとは、と考えていましたが、結果としてはみんなが安心できてよかったです。もしオカリンが空から落ちてこなかったら、今も荒ぶるキングが誰かを襲っていたのかも。それにしても裂け目とは何でしょうか。どうしたら消えるのか。でも消えちゃったらオカリンは戻れないのでは？うん、そっかな。うん、よくわかんないや。調査すればいいのです。それにオカリン君の居場所はここ、ことぶき村ですから。もう返す気ないやん、お前。え？俺たちの戦いは明日からエンド？何を、翔くんも立派な調査隊員です。ありがとうございます。明日に備えて、たくさん食べて英気を養います。あ、かわいいな。そのデコ出しええな。ちょっと待って、なんか、いつもと違うんですけど、エンドとか出ないですよね、これ右下に。あ、ちゃうちゃう。ああ、よかった。飯食うてはるわ。なんすか？なんか怒ってはるすか？異変。なんやなんや。よっしゃ、ついにラスボス来たぞ、みんな。ラスボスか知らんけど。まだ星5ですから、私。なにこれ。魚の鱗みたいな。オカリン、なんすか？え？なんか近くない？このとこにあったっけ？ちゃうか、でかなってんか？伝言がある。団長が即刻参れと。行くしかねえようだな。まがまがしい。そうとしか言えない空となったな。なんだよ、旦那。
キングを沈めた後の話し合いだよね。それよりも確認すべきことができたのでな。オカリンが落ちてきたその夜に不思議な雷も落ち、バサキリたちが荒ぶり出したな。何かしらの関連を疑うのは当然だろう。オカリンよ、お前は何者だ。うわ、調査隊員です。この村のいい人です。任務はこなしている。だがお前が何者かは不明だ。時空の裂け目を通じてお前と荒ぶるキングたちはつながっていたのではないか。そんな責任転嫁を。失礼な。キングを沈めていくことで私たちの信用を得ていたのか。そんなスパイみたいな扱いして。今度は何をする。何を企んでおるのだ。うわあ、悪者扱いになりましたやん僕。旦那、オカリンさんが何かをしていると決まったわけでは。そうだぜ、オカリンがそんなすげえを持つとか、そんなすげえ力を持つとかありえねえだろう。潔白であると言い切れるのか。時空の裂け目から落ちてきた人間だぞ。誰が素性を保証できるのだ。ほな、のぼりさんも同じじゃないですか。なんでのぼりは良くて僕ダメなんすかねえ。それは鬼の証明だよ。オカリンさんに疑惑がないことの証明だなんて誰もできないよ。無理難題を吹っかけるなって。オカリンはどうすりゃいいんだよ。調査の機会を与える。結局調査ですか。ただし銀河探としてはではなく、疑いを晴らせないばならぬ一人の容疑者としてだ。寿村では空から落ちてきたお前を怪しむ者もいる。それゆえ銀河団を退団してもらう。異変の理由が判明するまで、いや事態を解決して身の潔白を証明できるまで、寿村に入ることは許さない。え、島星ちゃん、あーし、え、味方やなかったんすか。なんと無情な。オカリンさんを信じないの。かばいだて無用。銀河団の団長である私の責任において果たすべき責務。これまでの功績異能は認めている。それゆえ捕らえず自由にするのだ。ほー、追放ですか。流行りのなろうものじゃないですか。追放で追放。おー、え、どうして。決定である。行くぞ。嫌です。ああ、強制的や。翔ちゃん、一緒に行かへん。あ、もう話も聞いてくれへんわ。みんな話も聞いてくれへん。俺をな、悪者扱いして知らんで。この世界終わらしたるからな。知らんぞ、お前。アルセウス呼んでお前めちゃくちゃにしてるからな、寿村。覚えとけよ。こんなアルセウス様にかかったコッパみじんやからな。知らんぞー。お前も、知らんぞ。お前、ぶっ潰すぞ、その理髪店。ほら、俺を追放したことを後悔するんだな。見せ物ちゃうぞ、こら、お前、まさか言うて。知らんぞ。信じられない。やはり、空から落ちてきた人は、お前、迷子のビッパがうんだらかんだらっていうクソ難しいミッション出してきよってからに。動画にはしてないけど、やたら難しかったんや、お前のサブミッションは。ここまでです。承知している。だがこの者は私の一存で入団させた。銀河ベースまで同行し、責任を持って銀河団から追放する。私も見送ります。もちろん僕もです。許可する。原野ベースに行くんや。はあ。え、でも俺一旦町に戻らなさ。あの違うフィールドに行けへんかったんよ。行けるようになんのかな。そうです。空から落ちてきたとはいえ、オカリン君に空を赤くする力なんてないですよ。It's an unforgivable decision。 なんやな、お前。おい、急に英語喋んな。オカリンよ、これ以上困らせるな。かばうことで博士たちに累が及べばどうなる。
だが君に感謝している人間もいる。関や海がそうであろう。そうです、オカリン君はかくまってくれるかも。とは言っても関さんも海さんも集落に戻られましたし、白状やの、おい見送りもなしか。キクイさんに会われるとよろしいのでは。ああ、前の一番最初のおばあちゃんやね。命令する、のたれ死にするな。調査のための便宜は図っておく。いいか、誹謗も称賛も所詮は他人の感情、重要なのは君自身がどうあるべきかを強く持つことだ。わあ、いいこと言うね、島星ちゃん。島星くん、あ、でも服装的に女の人なんかな。始まりの浜で語った図鑑完成の夢、君がいないと叶わないのです。おお、あ、でもみんなここにいてくれてるんや。目的地はここか。まあワープしていったらすぐって感じやね。まあ、今日はちょっとねいい感じなんで、この辺で終了にしたいかなと思います。このお前、こんな異常事態にこの帽子のこと気になるんか。幸せやの。しかも完成してないの、この帽子。嘘やん、俺結構捕まえたと思ってんけどな。はい、と言いますことで、今回はね通報されて終わりということで、非常にね楽しくなってきましたね。で、次回はねこのちっちゃいものクラブの2人を連れて行きたいと思います。ちょっとこいつらの進化先がちょっとわからへんから、まあ進化が楽しみですね。この紫に関してはね、俺多分知ってると思うから、この右のやつ、こいつの進化先が気になるところやね。はい、というわけで、次回の冒険楽しみって思ってくれた人はグッドボタン教えてくれると嬉しいです。それではお疲れ様でした。バイビー。